セントアンソニーはカナダのニューファンドランドラブラドール州にある町。ニューファンドランド搭載北部に位置している。人口は2418人。セントアンソニーにヨーロッパからの入植者がやってきたのは16世紀初頭。フランス人とバスク人の漁民が避難港として利用していた。探検家ジャック・カルティエが1534年にたどり着いた際。 アーブル・サンタントワーヌと名付けたと記録している。19世紀中頃にはさらに多くの人々が入植した。1857年までには10家族71人が居住していた記録がある。1874年までには人口は110人に増加し、さらに1891年には139人となった。イギリス人医師ウィルフレッド・グレンフェルが来た1900年には、 さらに明けていた。1930年から1940年代には、水産加工、貯蔵施設が建てられ、経済が成長した。アメリカ合衆国軍の全哨基地となり、1951年には、パインツリーラインのレーダー基地が、近隣の丘陵地に建設され、1962年には250名が、駐屯していた。近年、漁業が下火になり、観光が、 主な産業になっている。グレンフェル医師関連史跡や世界遺産のランスオメドウ、氷山、ホエールウォッチングなど自然目当ての観光客も増えている。ありがとうございます。